氷川女体神社に来てます。ここはですね、後ろが公園なんで結構今子供の声しておりますけど、串灘姫様を祀ってる神社ですね。でこの後ろの方にですね、古代祭祀の場所もあるそうなので、ちょっと行ってみたいと思います。やっぱり公園があるくせか賑やかですけど、昔はあの神社も子供の遊び場として結構、ね、あったんですけど、参拝していきたいと思います。巡りをされる方はですね、ぜひ来ていただけるかと。神社の社殿がですね、県の文化財に指定されている。で、拝殿がありまして、殿までが文化財としてありますので、綺麗な社ですね。もう女性の神様。もありますけど、ね、うん、大変ですね。後ろの船の後ろには行かないように、ちょっとこうなっても行かないようにしてください、ね。うん、今日涼やかな風がいい感じです。この撮影日の1日2日前はめちゃくちゃ暑い、30度を超えて、今日は本当になんか参拝日和でいい風が吹いています。こちらの人形は願いが叶ったら着物を着せてお参りいたしましょうというものです。願い叶った人がたくさんいるんですね。